さあ今回ですね、ハヤブサくんが故障をしまして、僕がわざわざ変えたモスファットレギュレーターなんですけど、この間うちですね、電圧がえらい低かったんですよ。セスラギ街道にツーリング行ったんですけれども、電圧がですね11とか、あれなんで12ないんだろうっていう感じになりまして、ちょっとおかしいなと。で、あれちょっとこれ電圧計がおかしいのかななんてね、思ってね、無事に別に行って帰ってこれたんですよ。その次ですね、4日ぐらいあったのかな、まあ、ちょっとバイク乗ろうと思ってバイクに乗ってプルーっとね回ったんですけど、バイクがね電圧が 9.1 とかなったんですよ。これまずいなっていう。でね、ぐるっと回ってね、そこで途中で止まらなかったからいいんですけどね、で家帰ってきてエンジン切ってもう一回かけと思ったらもうかかんないんですよ。あ、もうこれ絶対レギュレーターだという判断しまして、で今日ですね、日曜日で、まあ、天気も良かったんで、まあ朝からバイク乗りたかったんですけど、エンジンかかんないんで、でとりあえずバッテリーを充電しまして、レギュレーターですね、このケースの中にここに入ってるんですけどね、開けてみたらね、なんかこうなってました。ドン、はいはい、レギュレーターのですね、コネクターのところがですね、ただれてました。はい、これ原因は、多分ね、あそこ多分電圧が、まあ、結構、まあ流れるところだと思うんですけど、そこのね、このコードがね、ういって変な方にね、曲がってたんで、多分そこで熱持っちゃって溶けて、で、おかしくなったという感じでした。はい、これは、完全なる、悪徳業者による、施工不良でございます。もうすいませんでしたということで、今回ですね、まあ、ちょっとこのコネクターもまた後でね、ホームセンターなどに行ってね、新しいコネクター買ってきてまた付け替えるんですけど、とりあえず、他になんか問題がないかということで、一応純正のレギュラーまた付けて走っていました。で、電圧の方が今ちょっと走ったんですけど、はい、これですね。で、エンジンかけるとこういくまで 13.、 今ちょっとライトがあれなんで、これですね、これくらいな感じになったので、まあ他は壊れてないなと。やっぱりそこですね、問題は。はい、まあ次つけるときはその辺を工夫してね、つけようと思います。ハヤブサの紹介とかは良かったですかね。誰もハヤブサは興味ないですね。はい、大事なこと言わなかったんですけど、我がキラーカーズモブチャンネル、チャンネル登録者様がね、200人を超えました。どうもありがとうございます。はい、本当にね、200人の方にね、チャンネル登録していただきまして、やってる僕らもね、非常に嬉しい。そのご報告をこの辺の綺麗なところでやろうかなと思ったんですけど、ここはね、景色がいいんですよ。ここから見てください。これね、近場なんですけどね、ここのね、あれがいいんですよ。これね、山って多いですよね。特にこの時期はね、緑がちょっと暖かい感じがして綺麗ですよね。と、今回200人を突破しましたので、まあこれはね、ちょっと前までだから、2ヶ月ぐらい前かな、が170人とかだったんですよ。170人ぐらい。で、ポロ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 と増えてて、で、まあ、そんなに長くかからずにね、200人になりましたんで、それまでがね、2年ぐらいかかってるんですけど、ここ行くまでにな。はい。ポロポロポロっと増えてきた原因が、Z900RS? この動画を上げていったら、ちょろっとずつね、またチャンネル登録者さんが増えてきまして、まあ、あれってすごい人気車両ですよね。で、ね、サーチもね、もうあれよあれよという間にね、パーツを買ってね、もうターチ財閥のね、威力は怖いですわ。はい、ただありがたい話なんですけど、200人突破しまして、で YouTube やってると、 YouTube スタジオっていう、統計が取れるね、そのアプリがあって、それをね、ソフトがあって、それを入れることができるんですけど、それによるとね、チャンネル登録者の方の年齢層というのが出るんですよ。そしたらそれがね、40代から50代のね、しかも全員男性というね、まあ間違いなく、ナイスなミドルなダンディがね、皆さん、200人の方がね、登録していただけると。で、視聴者さんももちろんそこだということで。この、キナーカーズモブチャンネルを視聴されてる年齢層ですね、これがですね、Z900RS の動画を出すのに、なんと驚く流れ、20代からね、30代の方がね、若干ね、
で30代から40代からも若干ね、ね、ご視聴していただいているということでね、これは非常にありがたい。で、もともとですね、僕らね、同世代に響くようなね、動画をね、作るのを目指してましたからね、ね、チャンネル登録の方が40代から50代が多いっていうのは、これは非常にありがたい話でございます。皆さんどうもありがとうございます。僕はね、花からそこをターゲットにしてね、動画をね、編集しましたからね、もうこれは非常にありがたい結果が出ております。はい。そして、チャンネル登録者数、チャンネル登録された方が見てる数っていうのも出るんですけど、これがですね、10% 弱かな、はい。で、残りの 90% 強っていうのは、チャンネル登録をせずにね、皆さん、ちょっと素通りで見ていくというね、多分ね、1分かそこからね、動画切っちゃうんですよね。そういう方をね、いかにこう、キラーカーズ元チャンネルに足をこう、踏みとどめていただけるかっていうことをね、日々こうね、努力考えるわけですよ。でもね、なかなかね、いい案ってのは出てこないんですよ。ね、やっぱり一番ね、やらなきゃいけないってことは、ね、そういう方々が見て、お、これは面白いと。これはもうぜひ、チャンネル登録しなきゃ、俺はバカじゃないのかって思わせるぐらいな、その動画作りをしないとダメなんですけど、もう星の数ほどあるよね、YouTube のね、元ブログというね、あとバイクというね、その動画の中からね、こうそこに足を踏みとどめていただけるってね、これは非常に難しいことだと思います。これはいいとかね、面白いっていうのも、個々によってね、やっぱり違うんですよね、ポイントが。編集ってのは全部僕やってるんですけど、で、動画を撮影するのはナオヤンで、まあ大体こんな動画撮ったなっていうのはナオヤン覚えてるわけじゃないですか。ナオヤンからデータも送られてきますし、うん、そうするとね、後で編集してね、動画アップするじゃないですか。そしたらね、ねえ、なんでお前あそこカットしたとかね。ナオヤンでね、ナオヤンにね、叱られることはね、ようありますよ。っていうぐらいね、その、僕とね、20年以上付き合ってる僕とナオヤンでもね、面白いポイントがやっぱり違うんで、まあね、他の人なんてね、もっと違うと思いますよ、ポイントが。だからその僕、編集をしてるのが僕なんで、僕が面白いポイントっていうところを編集して動画に上げるんで、まあ僕とね、その何、ツボが一緒の人が世の中に何人おるかっていう話になってくるんですよ。まあ、あんまりいないと思いますけど。で、今、チャンネルを始めて、まあ2年経ちましたけど、で、まあ単純計算すると、まあ1年で100人じゃないですか。1年で100人、2年で200人。で、広告のね、CM のね、権利が発生するのが、チャンネル登録1000人からでしたっけ。再生回数がなんか、1万時間だったっけ。もうそっちの方はね、とっくに超えてますよ。みんな素通りで見てくれるからね。うん。チャンネル登録の方がね、まだあと800人もね、要さないと CM がつきません。ね。で、その、ね、まあそこ目標、まあもちろんね、最初やりだしたのはね、これでねえか、お金入ってきたらこれ、儲けじゃねえかってね、売りじゃねえかって始めたんですけど、なかなか世の中ですね、そんな甘くはありませんよ、そんなね。動画を撮影して、編集して、で、それをもう何回も見返して、また編集し直してってことをやってるんで、これね、結構時間かかります。はい。で、しかも普通に、仕事もしておりますし、ね、世の中のね、YouTube やってる皆さんって、ね、本当すごいなと思いますよ。はい。キラカンズ元チャンネルの場合は、まあ、みんなの素を撮りたいので、まあ、動画は基本的に、バイクに乗ってる時も動画基本的に回しっぱなし、で、後でかいつまんでやるっていうスタイルなんで、まあ中身、内容はあんまないですよ。うん。で、あと僕たちが面白いっていうかね、僕が面白いと思ったとこしかね、かいつまんでませんから。はい。なんでね、まあそのスタイルでね、バイクに付随した、その、なんか僕らの生活じゃないけどね、その、料理したりとか、なんか、一緒に美味しいもの食べたりとかね、そういう風でいいんですよ、別に。うん。僕らはそういう感じで、これからもやっていくと思います。結局ね、何でも嫌です。はい。何でも別に面白いと思ったら動画で流していくと。うん。それをなるべくバイクに付随した形にして、うん、なんか関係あるように見せてるだけなんで。そうやってやっていくスタイルは今からも変わらないと思います。で、これでね、もっともっと楽しい動画をね、皆さんにね、ご紹介できたらいいなと思ってます。はい。で、今回本当にね、200人の達成
することができましてね、本当はあのチャンネル登録された方々にね、本当に感謝の意を申し上げたいと思います。誠にチャンネル登録いただきありがとうございました。それではね、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をポチッと押してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。